はいどうも、サオでございます。ですね、久しぶりに、セブンナイツやっていくか、セブンナイツやっていこうと思うんですが、まあね、今回はちょっとオルリー使った、まあ、火力パーはね、いろんなところで動画で出てるので、中速パーティーですね。ライアンがね、運よく貫突、オルリーが運よく38金、で、ユキも運よく40と、なっているので、まあ、ちょっとね、スパイクがね、突足されてないんですけど、まあ、38金なので、実質貫突なので、このね、中速パーティー、紹介していけたらいいなって思います。ということでね、自分のブログには、ライアンとは何だったのかって書いたんですけど、まあ、割といけるんじゃないかと。で、ちょっと前置き長くなっちゃってるんですが、まあ、このスパイクのね、ランは、多分竜でやってる人は割といるのかなって思います。で、竜の方がね、火力上がりますから。第一戦。結構ね、エスパーダの耐久にね、悩んでる人がね、いると思うんですけど、結構勝てるんですよね、このパーティー。まあ、ちょっと当たるかわかんないんですけど。見ていきましょう。スリーバックですね。魔法パのスリーバックで、デロンズが前に編成されてます。まあ、デロンズが、魔法が効かないので、エルシアよりいいんじゃねえかなって感じで編成してる人が、ちょっと待て。そういえばリングちゃんとしてなかった。まあ、火力パの方に結構リング割いちゃってるんで、これヘボリングだから沈黙受けたら終わったんだよね。じゃあ次行きましょうか。いやでもワンチャンあるかもしんないね。これスパイク、よく考えたら。スパイク動きやすいんで、結構遅延、もう全員凍結させろって的なレベルで、ちょっと頑張ってくれればいいんですけど、もう全員凍結しないんで、これ絶対対策してるもんな。なんかすげえ喋りにくいけど。頑張って。いいね、いいね。それ通常攻撃だよ。もう一旦、あはは、アンガー来ちゃったよ。すごいね。トリプルバックでも結構火力出ますね。これはね、効かない。これスパイクに飛ぶんで。これはね、無効化できます。一発目ならね。オルリ、あ、来た。オルリこれ、蘇ったべ。あ、来た来た来た。いいんじゃない？アンガー出て、一体持ってけば免疫はー。免疫はー。あ、でもこれで倒されなければ、オルリが暗闇になるけど、3ヒットだから当たって、免疫を張り、スパイクがまた動くと、結構これが素晴らしい。これがオルリの力ですね。3ヒットだから割と暗闇もね、なんとかなるんだけど、暗闇リング、ライアンにはつけてこよう。そうね、トパーズやばいんですよ。ミコパ使ってて、火力パにして、このパーティーにしたんで、多分、わかんない、もう2万トパーズぐらい使ってるかもしれない。やばいっす。ここに来て、トパーズ大枯渇。これ以上のね、改善がね、動画にしてるのできないですね。まあでも、結構スパイク様々なとこありますね、これは。あ、ちなみにカルマは、魔法以外はルーン振ってあります。まあ、固定ダメージと石化にルーンいらねえかなと思って、貧乏症なので消しましたね。で、オルリーは、まあ、ちょっとルーンが足りないと、単純に。魔法だけ7にしてあります。他は全部振ってありますよ。まひって、まひらない。まあ、でもこれ、ターン経過で勝てますね。ちょっとオルリーの、強さは紹介できたのかわかんないですけど。あ、でも、3ヒットで暗闇はなんてもない、なんともないことになったって感じの紹介できましたね。いや、でもライアン結構ね、カイルがね、最近2バックが増えてきたので、ライアンで落としておけば耐えられますね。こう半耐久化みたいな感じですけど、いい感じなんじゃないでしょうかと。さあ、動け。いいね。投射狩りがね、後半には一発で持ってってくれるんで。ライアン、鼻くそみたいな弱点攻撃武器ついてます。まあ、敏捷にした方がいいのかもしれない。スパイクは敏捷ついてますね。てか、敏捷だな、これ全員、多分。ライアン以外。暗闇リングつけてきます。はい、暗闇つけてきました。暗闇石化感電麻痺のリングをね、ライアンにつけました。まあ、そのせいでちょっとボックスが空になりかけましたが、トパーズのせいで。やっていきましょう。あ、これはね、2バックですね。まあ、最近流行ってる2バックなのかな。まあ、ユキの場合もありますけど、
帰る前に置いて、あ、行ってライアンがちょっとやばいかな、まあ、凍結対策していない、オッケー。ちょ、ライアン魔法に弱いのがね、なかなかちょっと情報出世でダメージ免疫にしてくれ。どっちのも無効化できる、全ダメージ免疫。いいね、遅延が入りました。で、こっからオルリーがね、結構動いてくれればいいんだけど、なんで通常、オッケー、ノーブルスターが出れば、剥がせる。持っていける確率もある。あ、持ってけはしない。まあ、これルーン足りてるんで、持ってけはしないのか。いいね。回避。まあ、暗闇がね、高確率ですからね。暗闇リング1個しかないんですよね、俺。やばいなって思ってますけど。麻痺リングいっぱいあるんで、まあ、その分でなんとかなってるかなっていう。あ、でも結構強いっすよ、やっぱり。まあ、火曜日ですからね、なかなかの猛者が上に上がってると思うんですけど。はい、第一炎、入った。エリシアが動いてくるで、感電の方じゃない。オッケー。まあ、雪がね、二体攻撃だからね、反撃つけておくとすごいいいですね。はい、オッケー、免疫も晴れた。で、ロアオブライトが出て、剥げて、勝ちかな。痛い。まあ、ライアンさんがね、一発でも魔法攻撃耐えられればってとこありますけど、これ最初に、スパイクが、こいつを凍結させたのでかいっすね。あー、暗闇効くな、やっぱり。なんか動画撮り始めてから暗闇引くようになったし、急に。あれ、ローアが、あ、ローバーオブライトじゃない。アンガーオブライトなんですよ。で、免疫張られちゃう。ちょっと雪がね、柔らかいっすね。ちょっとやばいか。落ちたー。よし、遅延が入る。固まってくれればなおさらいいけど、入らないけど、いけ、ノリノリ。オッケー、強者狩り、いいっすね。あ、ちなみに負けてもそのまま動画にするんで、あのスコアはちゃんと確認しといてください。あ、はい、魔法のビンショーパーですね。これきつそうだな、なかなか。あー、ほら、最初に来ちゃうと、ちょっときついかな、ライアン。受けた、オッケー。だけど、暗闇は食らっていく。スパイク頼りな節がありますね、結構。一体、エリシアが、感電が食らいますね、結構。穴をついてきた感じあるぞ。これはスパイク、ユキ、オルディかな。痛い。さあ、動け、スパイク。君にかかっていたけど動かない。全然免疫剥がれてないね。これは負け確ってやつですね。ノーブルがちょっと先来ちゃうと、もうやっぱパワースキルですね、あれは。暗闇がすごいのに、スリーヒットっていうね。強者狩りが打てないね。全員麻痺なんてことは絶対ない。麻痺は一番対策されている。はい、カルマに振ってないからライアンだな。はい、お疲れ様です。まあね、ちょっとね、この魔法パーちょっと苦手かな。ライアンが落ちちゃうとね、どうにも後ろのオルリーにターゲットが来てしまうので厳しいかなっていうところはございます。それでは次行きましょうか。そう、最近あの魔法と物理混合になってきたんで、覚醒リーがリーダーになってる人が多いっていう印象を受けますね。ドゥーン。あー、ノブルがね、先に来ちゃうんですよ、これがね。暗闇がすごい。大丈夫だ、なんとかなった。いいね、こっちは暗闇引いてくれると嬉しいかな。対策してるよね。これでね、ユキのね、反撃が出るのは割とうまいんですよね。で、ライアンが動きやすくなるんで。お、前、カイルに行かない？
ああ、そういうことか。魔法力上がってるから帰りに行かねえんだ。あ、なるほどね。ちょ、それは盲点だったわ。ああ、これなかなか痛いかな、このパーティー。なるほど。ただ攻撃力は下がってるからなんとかなる。よね、オッケー。それでオルリー落としてくれれば嬉しいんだけど、ビリビリ残っちゃったね。そしてザシュが来るのかな、来ない、オッケー。これね、後ろに来た場合絶対沈黙するっていうね、俺の。あ、なかった、大丈夫。さあ、ユキが動いて、これでオルリー落ちるから免疫張れる。で、カイルが動いてくるかな。反撃でこれ免疫剥がされる。けど、あ、足りなかった。でもいけるはずだよね。いけるいける。あー、倒れた。ロアオブライトがね、出れば、持ってくれるんで。OK。ここね、相手のね、クラハンの場所をね、エリシアにするか結構迷った挙句、すべてを排除して、この3体を配置しましたね、今。3人生きてますけど。ユキが、落ちても、オルリーは、素のスペック高いんで、魔法力なくなっても意外と勝てるみたいなとか。あ、ちょっと苦手な魔法パなんで、ここはやってみましょうか。先制は取られてしまうので。あー、オッケー、寝たけど、っていうか後ろに来るんだよな、なんか知らないけど。弱点攻撃って範囲攻撃も加算されてるんだっけ？されてなかった気がするんだけどな。結構後ろに来る事象が多い。ただ他が眠ってくれるとスパイクが動きやすいから、ワンチャンスパイク動きの反撃ができる。まあ、免疫の状態は今なかなか平等に削れている。あー、ノーブル来ちゃったよ。まあ、ただスパイキーが動けば一発逆転はあるが、オルリが、オルリじゃない、ユキを落としていくアロアブライト。あ、でもスパイク耐えるんじゃない。あ、スパイクじゃなかった、ユキが持ってかった。いいね、強風山。オルリが動き出す前にスパイク動いてくれよ。君が頼りなんだ。ああ。このパーティーは結構苦手かな、やはり。ノーブルが来なかったけど。チョルリーちゃんが落ちちゃったんで、これは厳しいかな。魔法パーティー意外とカルマに手こずりますからね。これなかなか剥がせないんで。バフ剥がし少ないんでね。なかなか、耐えましたね。なんかずっと戦ってくれて。まあこれでわかる通り、やはり魔法パワーはね、バフ剥がし少ないから、意外とカルマ、スパイク、ベロンズあたりは、まあ結構メタになるのかなっていう面はありますけれども。はい、ちょっと録画をね、やめた瞬間にエスパーダパーティーと当たったので、これもね、見ていきたいと思ってます。できてる。敵のパーティーを見てもらいたいんですけど。まあ、これエヴァ後ろに置いてますね。これは多分、後衛をスナイプするスキルが、エヴァンに飛び、反射できるようにしてる。けど、エヴァンに飛ばない。意外とエヴァンのね、攻撃力が低いので、思惑通りにはいってませんが、多分そうだと思います。これ多分、ユキのあれは飛ぶんじゃないかな。ユキのデスビームはエヴァに飛んで。まあ、これエヴァンがね、なかなか後ろで残ってるのもきついものではございますけれども。まあ、カリンが痺れてるんで、なかなかいい感じじゃないかな。で、これエスパーダほんと硬いから、固定ダメージで持っていけるのは、このパーティーの強みなんだけど、剥がされた後にこれ使われちゃうね。エヴァンが溜まってしまった。その前に、暗闇にしろ。オールリー。オッケー、ナイス。カリンをね、後ろに置かない人がね、最近増えてきましたね。まあ、それこそオルリーの、二体攻撃スキルと、ユキのデスビームを警戒してますね。あと、ライアンのね、強者狩りもカリンに行っちゃうので、なかなか厳しいのかなと思って前に置いてる方が。結構増えてきたんじゃないかなって思ってます。いいね、ライアンのバシブは効いてますね。しかも前に置いたせいで回復力は下がってしまうので、まあ、メリットとデメリットも混在しているということで、まあこのパーティー状態異常がね、対策できる域を超えてるので、
そこの強みもありますよね。ただこっちも状態以上に弱いので、まあ、寒天と暗闇が怖いかな。全員麻痺対策、凍結対策もそこそこできてるんですけど、まあ、凍結対策いるのかなってとこもあるんです。いいですね、耐久パーティーには結構強いのかなって思ってます。ちょっと魔法のね、2バック魔法パーティーはほんと最初にライアンがやられちゃうときついのと、まあ、弱点攻撃上がってるキャラが2人いるので、結構後ろのねキャラが動きやすいかなっていうね、まあ、そこで先に動かれちゃうとというよりは、そのパーティーのね動くよっていうのが強みだから、やはりそのパーティーに対しては弱いっていう認識であってると思います。いいですね、これはもう圧勝って感じですわ。いや間違いなく強い、やっぱりだって装備いつも言いますけど適当ですからね。いいですね、このパーティーは結構、やはりさっきもまとめたから、さっきのまとめに戻りましょう。火力で運ゲーするか魔法ガチガチにするかだったのに対して、この新たな選択肢、全てを中途半端にしてるパーティーではありますが、なかなか強いんじゃないでしょうか。まあ、結構ライアンがね突れてない人いるかもしれないんですけど、避けるのでこの子は、まあ、低突でも使えると思います。32金ぐらいでも使えると思うので、やってみてはいかがでしょうかということで、中速パーティーの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。